ポルトガル系アフリカ人とはアフリカで生まれたかアフリカに高級的に居住しているポルトガル人のことである。ポルトガル系アフリカ人が最も多く居住する国は南アフリカであり、ナミビアとポルトガル語圏アフリカ諸国にも重要なマイノリティとして居住している。ギニアビサウは1974年に独立し、残りのポルトガル植民地も1975年に、 独立した。このため、多くのポルトガル系居住者はポルトガルに帰国し、そこで彼らは、リートロネドスと呼ばれた。一部は、アンゴラやモザンビークから、南アフリカ、マラウイ、ナミビア、ジンバブエ、ブラジル、アメリカ合衆国に向かった。ポルトガル語諸国共同体が1996年に創設されると、一部のポルトガル人と多くのポルトガル系ブラジル人が、 経済的、教育的な目的でポルトガル語圏アフリカ諸国に向かった。彼らの一部はその地を永住の地と認めた。多くのポルトガル系アフリカ人は、ポルトガル系南アフリカ人であり、主にポルトガルのマデーラ諸島からの直接移民に期限を持つ。ありがとうございます。